これちょっと皆さんも今90巻の人は見てほしいんですよ。どうも小雪でーす。アシスタントのトイです。何今日は。いや今日はですね、この間私ナメプランキングっていうのを発表したの覚えてますか。今までルフィが戦った相手でナメプして負けたランキング。あの低評価多かったやつや。いや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 個人的に神回ですとか、東野さん最高ですねみたいなコメントで溢れてたじゃないですか。というわけでね、私ね、ナメプに匹敵して、もう一個やりたいランキングがあったんですよ、実は。じゃあ今日は僕のドッキリじゃないんだね。あ、違います違います。もうそれだけでもめっちゃ安心できるわ。もうドキドキすんだよね、聞かされてない時のスタジオ入りって。あ、そうなんですか。本当に。じゃあ何、今日はまたそういうまとめをしてくれてるってこと。はい、はい、今日はね、ワンピースってやっぱり、まあ悪役を倒してスカッとしてざまみろって思う時あるじゃないですか。そらあるよ。というわけで、題してワンピースでこいつざま選手権。ザマー選手権ってザマー見ろのザマー。そうです、ザマー見ろよっていう感じのキャラをね、私が5人発表していくという企画です。5人ランキング形式で発表します。ランキング形式で発表します。というわけでね、コイキーさんはね、気の利いたコメントを1個1個教えてください。そうだよ。じゃあ第5位、ビッグマム、はい、あ、間違えた。もう速攻やったやん。食べないんだね。はい、はい、じゃあ食べますわ、はい、じゃあ第5位はビッグマムでーす。なんだろう、知ってたわ。あれなんですか、おかしいですね。見聞色ですか。なんでビッグマム、まあ、なんでビッグマムかっていうと、まあ、ビッグマムは、まあ、ジェルマーとの結婚式でジェルマーの科学力を手に入れるぜ、しかも美味しい美味しいウェディングケーキを食べれるぜっていうことで、まあ、盛り上がってましたよ、気分は、はい、で、まあ、ルフィなんて入ってきてもまあ関係ないわって言ってたじゃないですか、はいはい、ところがどっこい、はい、実際式始まりました、はい、ケーキ潰されました、はい、暴れます。で、なんなら傘下に入ってたジンベイ、ジンベイも最初は、まあ、4個の圧力でね、もうジンベイを屈折させました、屈死させましたよ、はい、でもジンベイはあっさりとその後抜けちゃうじゃないですか、うん、何のデメリットもなくジンベイ抜けられると、うん、さらには最後自分の招待客であるモルガンズ、新聞屋のね、うん、モルガンズにすらボロクソにかけられるじゃないですか、ね、あ、ザマーだなーっていう。そうだよね、なんかあの島荒らされてね、ルーフィーにいいようにやられたみたいに書かれてる。そう、あんだけね、メンツがどうだこうだあーだこうだって言ってたビッグママさんですよ、うん、メンツメンツと言ってたのに、うんうん、ルフィにもうメンツをボロクソにやられるっていうね。しかもね、あのネプチューンがね、手放した宝箱もすごい楽しみにして開けたら爆発する。あーザマー見ろっていう。そうそう、あれはだって僕らは中身を知ってるから。そう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 、早く開ける早く開けるってなって、そうそうそう、終わってしまったよね、あれね。そうそうそう、これだけはみたいなバーン。というわけで次、4位いきます。はーい、はい、第4位はヒグマです。おイーストブルーの、イーストブルーの、はい、まあ、一番最初の敵って言っていいか分かんないんですけど、あの山賊だよね。山賊です、はいはい、まあ、あのシャンクスに対してね、めちゃくちゃ生きてたじゃないですか。まあ生きてた、ね、先をねバーンってかけたり、はいはい、やってたんですけど、はい、その生きてた相手のシャンクス、赤髪の一味にものの数秒で負けるという雑魚さ。うん、うん、で、まあ、命からがらね、まあ、なんとかルフィだけでも殺そうと逃げるじゃないですか。で、逃げるのに、まあ、結局ルフィすら殺せずに、うん、シャンクスにも手をかけてもらえずに、うん、近海の主に食べられて終わる山賊ですよ、うんうん、めっちゃザマーじゃないですか。さ、めっちゃザマーやし、はい、もう嫌なやつやん。嫌なやつっすよ。ザマー見ろっていう一番最初のね、あ、スカッとするシーンですよね。あれはスカッとするね、うん、なんで外せないなと思いました。そ、4校からヒグマのレベルの差がえぐくない？全然ちゃうやん、だって言ってビッグマムは完全に倒されてないんで、あ、なるほど、やっぱそういった意味でちょっと低めなんですよ。ヒグマで4位、4位っす。うん、ザマーランキング第3位は、はい、シーザーです。いや、拍手するのことですよ。おめでとうございます、シーザーさん。ザマーミロランキング第3位に選ばれました。どういうこと？まあね、まあ、ザマーミロの代表格じゃないですか。まあ、シーザーといえば、まあ人間のクズ、まあ、ナミーさんにもね、ボークソに言われるぐらいクズのやつですよ。確かにクズだよ。まあ、なんだかんだ、どういうザマー経歴があるかって言ったら、まず一度パンクハザードで、次強敵そうに見えて、一度はね、2年後の修行したルフィを、まあ、結構いいところに追い詰めたじゃないですか。そうだ、あの空気抜かしてさ、瀕死の状態に追い詰めたのは、なかなかすごいことだよ。ワンチャンルフィ殺せたんですよ。うん、ただそんなルフィに、もう死をボロクソに荒らされて、なんなら、死の国の公開実験だとか言って調子乗ってたのに、死の国の公開実験はおろか、もう自分の命すら危ないところに追い詰められたじゃないですか。はいはい。YouTuber みたいですよね。
よね、なんかね。そう、な、生配信やってて本番で下手だった。そう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 、確かに研究者としてはすごかったかもしれないです。ただね、あの、まあ、ビッグマムのね、研究資金出してもらってて、何に使ってたか覚えてますか、コイキーさん。なんか遊びほうけだからね。そう、まあ、女遊びをね、ひたすらしてたんですよ、シーザーは。で、それがバレてやばいってなった時に、いや、ちょっと施設壊されちゃったからなーとか言ってするんですね。そこを、まあさすがね、あの長男ペロスペローですよ。はいはい。同じ施設作ったから、お前も2週間以内でやれって詰められるんですね。詰められたね。やばいやばいやばいってなって。で、なんか気づいたら、ルフィとベッチに巻き込まれて、マムに毒ガスを打てるみたいなことをやらされるんですよ。すごい利用されてたよね、思えばね。そう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 。とにかくコキ使われる。コキ使われると。そこまで含めてもザマーなの確かやし。ザマーっすよ。やっぱね、ルフィはシーザーを許さないっつって最後グリズリーマグナムがバーンってね、そう見開きでっかくこうボーンって殴られてるところもスカッとするよね。スカッとしますわ。完全にやられてたらもっと上位だったんですけどね。なるほど、すごい戦いやな今。四皇来て、山賊来て、科学者来た。そう、次なんなん。じゃあ次いきますね、ザマーランキング第2位は、レコ隊の発表みたいな重さで言うやん。モーガンです。ヘルメッポのお父さん、すごいや。イーストブルーから2人も選出されてすごいやん。いや、イーストブルーはね、やっぱね、まあザマーってやつが多いんすよ。うん、なんか分かりやすい悪役やな。そう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 、スカッとね、バトルで倒しちゃうとかも多いし。そう、うん、あんだけね、まあモーガンといえば幅利かせじゃないですか。確かに俺は大佐だ、偉いみたいな。偉いみたいな。でも一つの街をもある意味征服してたわけじゃないですか。うん、まあ、だからすごい気分良かったと思うんですね、小国の王様的な。そう、しかもね、キャプテンクロウを討ち取ったっていうのを誤解させてで昇進してるわけだから、そう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 、実力もほんまあんまないんだよね。ないのに必死にね、像を立てたわけじゃないですか。立ててたよね、リオにあるでっかいやつみたいな。そう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 、本流間近ですよ。そうそう、まあ、ルフィが飛んできて潰れるっていう。そう、なんかね、あれもバトルでボーンとかじゃないんだよね。ピヨーンって捕まってった反動でボーンって倒れて、そう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 。でしかもね、挙句の果てにはまあ一見のことがバレて、大佐すら職を失うっていう。そう、だってパクられてたやつ。そう、うん、もうなんかザマーの極みだな。確かにザマーの極みだね。だってビッグマムとか言うてもケーキ壊されたとか、そう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 、メンツを汚されたからで終わってるけど、モーガンの場合はまず地位も失って像も壊されて、そう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 、部下にも見捨てられて、そう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 、パクられてるんやから。そう、弱っちいけどザマーランキングは上位なの分かるわ。かなり上位っすね、やつは。はい、はい、小野寺のモーガンさん、小野寺のモーガンさんは。そういえばさ、小野寺モーガンってね、はい、あの後どうなったか知ってる？もう捕まって終わりじゃないですか。このね、そう、ワンピースグリーンあるじゃないですか。はい、これってあの扉絵ばっかまとめてて説明も書いてあるんですけど、なんとこれの最初の連載でね、連行され る、うん、で、 連行されてるわ。で、ヘルメッポたちの冒険がここから書かれるんですけど、はい、小舟で逃げるんですよ、こうやって。おお、ほんと小舟だけで、ほんと逃げてますね。この説明がね、小舟に揺られてモーガン一人全てを失い何を思う。まあこの時点でザマーランキングに上位なのかなんですけど、え、この後どうなったか分かんないですよ。小野寺のモーガンってこの顎のとこにガッチャンみたいな、こんなんあるんですよ。ありますね。そう、だからこれとよく似た形状って実はジャック。おお、ジャック、確かに。海外のジャックが、うん、ジャックの司令塔っぽいのが最初出てきた時、ジャンプでね、はい、小野寺のモーガンこんなんなってんのかいな、ちょっとざわついたんですよ一部。マジっすか。 そんな強くなってないでしょ。むちゃくちゃ強くなってるやつ。あんだけルフィとかが特訓して覇気身につけてるのに、あっさりめっちゃ強なってるやんみたいなね。そう、さすがにそれはなかったんですけども、はい、だみんなさりげなく頭の隅の方に光ってさ、モーガン今何してんのみたいな。そう、そんでね、まあ、で、この前91巻出たじゃないですか。はい。で、この前の動画でもこれね、あの、気になるところをまとめてました。そうですね、一緒に感想動画やりましたもんね。そうそう、あれ言わなかったっすけど、はい。ここでちょっと気になることあるんですよね、モーガンについて。これ、気づいてる人は気づいてるんですよね。916話。はい。和の国大相撲っていうのがあるんですけど、そこの描写で、ルフィがね、はい。ゴムゴムのギガント突っ張りって言って浦島をビヨーンってこうってやりますね、任すところがあるんですけど、はい、そのね、描写の次のページね、はい、もうすごい吹き飛ばされていく浦島、はいはい、まあ、ここに目を行きがちなんですけど、後ろの方にね、幕ってあるじゃないですか、相撲って。ああ、旗みたいなやつですね。そう、若の花、鷹の花みたいな、こう立って、はあはあはあ、分かります。これよく読むと、猛獣の猛に岩で、斧っていう字に関取の関ね、はい、だから猛岩斧関みたいな。え、どこっすか。ここ、ええ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 、やば、はい、
これちょっと皆さんも今キュージンカーの人は見てほしいんですよ。ワノ国におるってことですか、もうが小田先生の遊び心のねオマージュみたいな感じで書かれてるのか、ほんまにモーガンが来てんのかわからへんけど、確かにここにはモーガン小野関と読めることがわかるんですよ。やばくないですか、だってワノ国って新世界っすよ。イーストブルーから新世界に来るだけで相当な実力者じゃないですか。そう。でもね、そのワノ国って鎖国国家やから、はい、確かに海軍から身を隠すにはうってつけの場所かもわかれへん。確かに犯罪者は行った方がいいかも。そうそう、そういう意味では大阪の同じです。いえいえ、モーガン、オノ、オノって読めると思うんですよね、これギリ。確かにギリオノって読めますね。はい。僕、ジャンプとかも、あの、ワンピースのページだけこうやって切り抜いて、はい。あの、持ってるんですよね、全部こうやって。うん、ここのね、ジャンプもね、こうやって見返してみると、このままなんだよ。すごくない?すごいっすね。モーガン、オノ関。書いてるわ。よく気づきましたね、コエッキーさん、ね、すごい。そう、だから どう思ってんのかなって見てる人は。確かに確かに。そう、だからこの先のワノ国の描写の中で、はい、どこか小間の隅の方にでもモンテのモーガンが映ってる可能性があるんで、みんなでちょっと気にしてみようよ。すごいね。モーガン見つけたしコメント欲しいね。衝撃っすわ。いや、まさか2位にモーガンが来てると思わなかったからさ。いや、私もまさか91巻にモーガンを書いてるとは思わなかったっす。もう1位発表いらなくねっていうぐらい今なんかね。いやいやいや、全然ですか。今日ザマーランキングの回なんで、これ2位って終わったらね。多分みんなもね、ここでね、視聴終わってる人多いと思う。いや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 。動画見てくれてありがとう。ちょっとでもいいなと思ってくれたら、高評価、チャンネル登録お願いします。そして、躍動感あふれる LINE アット。LINE アットの登録、Twitter もフォローしてください。詳しくは概要欄見てくださいませ。お風呂の前は、コエッキーチャンネルー。